先日ですね、また一つ年を取りまして、お誕生日プレゼントをいただきました。どうもクレイジーヤスです。先日ですね、ちょっと誕生日を迎えてしまいまして、また一つ年を取ってしまいました。まあそれはさておき、お誕生日プレゼントにですね、レンズをいただいたのでご紹介します。トラベルレンズマグ。本体がこちらでございます。 EFS28mm から 135mm L レンズ、イメージステビライザー付きです。いや、ついに手に入れましたよ、あの L レンズ。しかもね、 USM です。 USM、 いや欲しかったんですよね、 L レンズ。ちゃんとディスタンススケール付き、マクロ撮影も 45cm からいける、花形レンズフードが付いてまして、レンズキャップが開くようになってます。でこの花形レンズフード、取ると一緒にキャップも取れるという、珍しい構造になっておりまして、蓋を取るとこんな感じ、中がね、なんていうのかな、こう大口径レンズだよね。うん、でちゃんとこのちゃんとってのもおかしいな、うん、あのこのあのズームリングとね、ピントリングもね、あ、頑張れば回ります。L レンズ、あの高級レンズ、高いやつなんで防塵防滴だったりするんですけど、これはね、確かね、中にね液体を入れても大丈夫、お茶とかね、ジュースとかね入れても大丈夫な、いわゆる防水レンズになってます。ちなみにリアのキャップは、取れません。でおそらくこれですね、他の L レンズにはない機能だと思うんですけど、このレンズキャップと一緒に取れる花形フード、ここにですねクッキーとかね、お菓子を入れる皿にもなるというね、他にはない機能がついてるそうです自分で言ってて笑っちゃったよ。いや、実はですね、これ地味に欲しかったんですよ。これ面白いでしょ。ありがとうございます、大切に使わせていただきたいと思います。ちなみにこれ電子レンジと食洗機は不可だそうです。まあそんなわけで EFS28mm から 135mm の EFS なんだけど L レンズのズームレンズタンブラーのご紹介でした。ん？あれ、これよく見るとここに書いてあるのは EFS なんですけど、あ、ここは ESF になってる。これどっちが正しいんだろう。